味噌だれを絡めて焼く津山市のホルモンうどん。ざるうどんのようにタレをつけて食べる兵庫県佐用町のホルモン焼きうどん。中華麺を使った鳥取県は鳥取市のホルモン焼きそば。3つのエリアを代表するホルモンを使った焼き麺ナンバーワンを決める戦いが兵庫県佐用町で開催されました。300食を先に売り切った方が勝利です。イベントには県内外から多くの人が訪れ、食べ比べを楽しみました。イベント開始から1時間で早くも勝者が決まったようです。300食を1番に達成をしていただきました。津山さん、おめでとうございます。まあ、なんとか勝ててよかったです。来年春は津山市での開催を検討しているということです。